悩み相談。はい、今回悩みをいただきましたね。はい、最近自分に能力がないと感じ、できるだけ他人の情報を見ないように心がけています。能力がないというか壁を乗り越えられず進化できないのですと。では自分に能力がないと感じ、なかなかその壁が乗り越えられず進化できないという悩みですね。でこの悩みをどうすれば解決できるのかっていうと、はい、能力はみんなないです。だからなんだろうな、能力がなくて当たり前だと僕は思ってるんで、まあこれはちょっとね、なんやろうな、まあちょっと回答にならないかもしれないですが、僕のパターンでいいですか。僕は自分がダメな人間だと思ってるし、自分はバカだと思ってるし、自分が能力がないからないからやるんですよ。僕は頭悪いし、人より能力ないし、キモいし、臭いし、ハゲだし、もうおっさんやし、だからやるんですよ。でも一般の人っていうのは能力がないからできないって話なんですよ。自信がないからできないなんですよ。商品がないから売れないとか、わかります？不況だから売れないとか、わかります？一般のロジックはこのロジックなんですよ。もう不況だからなとか、時代が変わったからなとかね、関係ないですよ。だから逆なんですよ。時代が変わったから売れるんですよ。なんか逆になんかなんだ、時代がついてくるみたいな、わかります？俺に時代がついてくるぜみたいな。だから考え方をこれ変えない限りもう無理です。だから 1% の成功する、まあ他の人とは違う人生を送りたい、 1% の成功に入りたいんだったら 1% の考え方にならないとダメです。まずこれが 99% の人の考え方ですね。能力がないからできない。だからこれは僕は松下幸之助さんの言葉からも学んだりとか、いろいろまあいろんな成功してる人の話から学んでますけども、まあ、松下幸之助さんがなぜ成功できたのかと、これ結構何度も言ってるんで知ってる方多いかもしれないし、勉強されてる方は知ってるかもしれないですけど、松下幸之助さんってナショナルを作った人ですね。現パナソニックですけど、経営の神様と呼ばれた人です。経営の神様です。で今死んでますけど、本ずっと売れてるわけですよ。道を開くとかね、もうずっと売れてるわけですよ。365日の金言とか僕持ってるんですけど365日で松下幸之助さんの名言がこうなんか本になってるっていう、この分厚い365日の金言っていうのがあるんですけど、松下幸之助さんがなんで成功できたんですかっていう話で、いや私はね、頭が悪かった、私は貧乏だった、私は病があった、だから成功できたんだよっていうことを言ってるんですよ。もう一度言いますね。松下幸之助さんは、松下さん、なんであなたは成功できたんですか。いや私はですね、頭が悪かった、貧乏だった、病が、体が弱かった、だから成功できたんですっていうことを言うんですよ。多くの人は違いますよね。こんなこと言わないですよね。これ逆じゃないですか。お金がないから成功できた、貧乏でお金がないから成功できたね、学歴がないから成功できた、ね、あと病、体が弱いから成功できたって言ってるんですよ。これ逆なんですよ。だからこの逆の思考にならない限り無理なんですよ、うん、じゃあ吉田さん、どうやったらその逆の思考になるのかっていうと、勉強するしかないです。で勉強してそれを実体験で自分で積み上げないと無理です。勉強するだけだと、あ、そうなのかだけなんですよ。それを具体的に体系化しないといけないんですね。で体系化できた時に、あ、確かに松下さんの言ってること合ってるになるんですよ。でもこれはね、勉強して勉強止まりで終わりの人っていうのは体系化してないんですよ。じゃあ体系化してないって何かっていうと、やってないんですよね。単純にチャレンジしてないんですよ。だからここは勉強する、知識を入れる、なるほどそういうことか、じゃあやるしかないなって、やる、そして小さな成功を積み上げる。でそれを積み上げていく過程の中で、あ、確かにそうだなってなっていくんですよ。だからここの成功してる人の話とか言葉は、あ、確かにそうだなっていう確認事項なんです。もはや確認です。だから僕なんか未だに本読んだりとかたまにしますけど、確認です。あ、やっぱそうだよねって、やっぱそうだよねって。でなんでやっぱそうだよねってなるのかっていうと、やりまくってるからです。やりまくってるんで、やっぱそれしかないよねっていうんですよ。でも多くの人はこの一番大事な勉強はしたりとかね、知ってますはもう 99% なんですよ。でもそれを具体的に自分でやり込むっていうところをやってないから、これが答え合わせできないんです
これが答え合わせできず、ああやっぱ私には無理なんですよ。大体はねみんなできるんですよ。まあ、もちろんみんなが松下幸之助さんみたいに経営の神にはなれないですけども、大体の夢目標は叶いますよ。大体の目標、夢目標は、うん、その大体っていうのが、まあ、その僕は曖昧なので、それをバシッとしたのがドリームアカデミアで月収100万、夢を叶いましょう。じゃあ夢ってなんやねんと、月収100万っていうところに落とし込みましたけど、で月収100万に関してはみんな行きます。でなんで行かないのかっていうと、まず勉強していない、ね、知識がない、勉強していない、やっていない、これだけです。月収100万は行くんです、誰でも。これもう間違いないですよ。これ40年前50年前は分かんないです。でも今インターネットっていうインフラがここまでできて、できないことがないんですよ。申しますね、インフラ整ってるんです。インフラここまで整って、もうどんだけ無料で使えるのって話じゃないですか。インフラ整ってるんですよ。やり方もあります。だからそれやり方は知識を勉強すればいいだけですよね。で成功する考え方もあります。もう出てますよね。成功する考え方も出てるし、やり方も出てる。じゃああと何が足りてないのっていう、ここのアクションなんですよ。だからもう本当にこのアクションが足りないだけです。でもなんでじゃあこのアクションができないのかっていうと、思考が逆だ、あの一般的な思考 99% の思考だからです。不安だからできない、商品がないから売れないとか、なんか商品がないからできないとか、なんか時間がないからできないとかね、これ一般的じゃないですか。だから その思考のフレームで回ってると、もうそこから抜け出せないんですよ。そこの思考のフレームだと一生そこから抜け出せないですね。だから学ぶ、あそういうもんなんだな、やるしかないんですよ。だから成功者の人たちは口を揃えて言うのが、成功するために何が必要なのかっていうと、こう本当に誰もが口を揃えて言ってますけど、素直なんですよ。これ松下幸之助さんも言ってますけど、素直なんですよ。あ、例えば成功する考え方があります、ね、あそうなんだ、なるほど、成功する人はやっぱこういう考え方なんだなって、素直に受け入れて素直にやれるかっていう、だからここなんですよ。でなんでこれみんなできないかっていうと、素直じゃないからです。みんな素直じゃないんです。じゃあこれなんで素直じゃないのかっていうと、素直になると大人だと素直な、素直だとバカを見る、あ正直者は バカを見る、わかります。これが現実社会だと素直だと殺されるっていうものもあるんで、防波堤を大人になると作ったりとかするんで、素直じゃなくなるんですよ。だって素直だったら騙されますよね。だから大人になるとその防波堤を作って素直じゃなくなるんです。だから成功しづらいんですよ、防波堤作ってるんで。だこれはね、いろいろ勉強していろいろ本当やらないと、その矛盾というか、なんやろうな、そこ崩せないですね。うん、だ結局ね、答えはね、素直にやるしかないんですよ。成功してる人の話を聞いて素直にやるしかないです。でうまくいかない人はそこに対して理由をつけます。やらない理由だったりとか、できない理由、もうこれ間違いないです。多分 99.99999% マジでそうです。うまくいかない人は、もうだって僕じゃなくてもいいじゃないですか。だって偉大な成功者ってもう過去にずっといるわけですよ。で名言ってね、100年前の名言もずっとあるわけですよ。なんであれ残ってるんですか。100年前の名言トレンドですかって話じゃないですか。最新のノウハウですか、最新の話ですかって。100年前のずっと語り継がれてるっていうのは、それが本質だからですよね。それが嘘だったら100年も、嘘のものが100年200年語り継がれます？語り継がれないですよね。それが少なくても本物だ、うん、これは なんかなんだ、いい話だ、確かにそうだなっていう言葉が残ってますよね。そうじゃないですか。うん、だからもう、だからもうそうなんです。だけどそれを大人になるとみんなはね、素直じゃなくなってるんで、なかなか無理ってことです。だから素直じゃないとダメです。でも素直になれないのが本音です。でもそれはいろいろ勉強して、それをとにかくやるしかないです。素直じゃなくてもやるしかないです。だから最初は素直じゃなくてもないからしょうがないかもしれないですけど、それでもやるしかないです。でなんでやれる人とやれない人がいるのかっていうと、みんなブロックあるんですよ、壁はあるんですけど、そのうまくいく人っていうのはそのブロックを超えてても、ここを月収、例えばね、月収100万に行きたいんだったら月収100万に行きたいっていう思いが強いんです。明確的なんです、強いんです。
絶対俺は月収100万いくぞっていうのが誰よりも強いから、そのブロックが今までのブロックとかその素直じゃないところがあっても、ここを目指してるのはここしかないので、だからそのブロックは乗り越えられるんですよ、うん、はい。まあ、結局僕はもう行動からしか未来は変えられないと思ってるんで、だから僕はあの逆境開示が好きなんですけど、逆境開示の中でも表現されてる未来は手の中にと、まあ、これはブルーハーツの曲でもあると思うんですけど、未来は僕らの手の中にと、手の中にあるんです未来っていうのは。でそれを掴みに行くかどうか、それをアクションを起こすかっていう、うん、逆境開示もなぜ逆境を乗り越えられるのかっていうと、考えて、めちゃくちゃ考えて、でそしてアクションしてます。まあその逆境開示のアニメ見てないと分かんないですけど、開示が逆境を乗り越えられる理由はめちゃくちゃ考えるんです。ぐうたらな生活してるけど 逆境になったらめちゃくちゃ考えるんです。でめちゃくちゃ考えてアクションを起こすんです。だから逆境を越えられるんです。な感じですかね。はい、ということで、いただいた悩みについて回答させていただきました。ありがとうございます。